ご視聴ありがとうございます。今回は8月におすすめの観葉植物としまして、1個目アグラオネマをご紹介します。ぜひ最後まで動画見てください。はい、皆様いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。皆さん8月に入って、梅雨も明けて、本当にね、暑い毎日が続くと思います。8月におすすめの観葉植物をちょっとね、今回はお伝えしようかなと思っております。はい、はい、それじゃあね、まず最初にね、おすすめしたい商品、里芋科です。はい、はい、里芋科の植物。里芋ってわかります？芋、芋で、里芋科の植物って皆さんね、さつまいもとかね、実際直射日光がガーンと当たるようなとこでもさつまいもって埋まってるじゃないですか、ね、だから明るいとこでもいけますし、暗いとこでもいけます、はい、でどっちかっていうとやっぱさつまいもといえばやっぱり夏、うん、夏だよね、うん、やっぱり暑さに強い、逆に寒さに弱いっていうのがさつまいも科の植物です。よくセロームとかね、アグラオネマとか、カラティアとかいろんな植物があるとは思うんですけど、意外と暑いのが好きな植物、一方逆に寒さにはちょっと弱いっていうものです、うん、どちらかというと暑さには強いものっていうものは寒さに弱い、ね、で逆に寒さに強いものっていうのは逆に言うと暑さに弱いんですよ、うん、例えばオージケプランツとかっていうのはだいたい5度ぐらいまでね、これ耐えれます、耐えれます、オージケプランツね、うん、でも観葉植物ってやっぱり10度、ここを切るとちょっと良くないんですよね、うん、だからやっぱりその植物植物によって1年中こう保てるっていうのはやっぱり日本原産の常緑樹、うん、わかるかな。例えば寒さに弱いものっていうのは落葉するんですよね。例えば紅葉とかカエデとかそういったものは落葉しますよね。だから寒さに耐えれない、耐えれないんだって休眠するんですよ。だから休眠するときにいくら葉っぱを落としてももう日光必要ない、ご飯もいらないんですよ、もう寝てるんですよ、ね、でもそういった植物っていうのは例えば春から秋にかけてはすごく綺麗なんですよ、ね、はい、だからオールマイティでずっと綺麗なのは針葉樹といいます。松とか、うん、ね、そういったものはずっと杉とか、ね、落葉しないですよね、はい、だから、いろんな、植物があるわけなんですけど、どちらかというと今今回は8月ということで観葉植物の里芋科を紹介していきたいなと思います。はい、ちょっと話長くなりましたけど、でよく今人気のあるものがアグラオネマ、はいはい、これがアグラオネマの一種、たくさん種類あります。本当に種類たくさんあります。でアグラオネマとかヒロデンドロ、カラテアとかってあります。でその中で一番温度に強いものねと思います。というとアグラオネマが一番暑さに強いんですよ、はい、でその一方アグラオネマはめちゃくちゃ成長スピードが遅いです。遅いです、めちゃくちゃ。で冬はほとんど成長しません、はい、だからこそ今の時期購入して葉っぱをたくさん大きくして根っこを大きくしていく。で冬は温度さえ管理していれば落葉しません、うん、冬はだいたい15度以上保つようにしていただければいいかなと思います。でこのアグラオネマなんですけど、明るければ絶対育ちます、はい、室内で全然育ちますんでね、はい、で冬の間やっぱ寒さにすごく弱いんで、撥水とかした時にね、こう水滴が冷えると良くないんで拭き取ってあげてください、はい、はい、で結構湿度も好きです。であんまり水ばっかりやりすぎるとよくありませんのでね、水のやりすぎだけね、土が乾いたらこれ難しいんですけど、ね、ちょっと葉っぱがこうしなっとしてくるんですよ。そういった時に水をたっぷり与えると一番いいかなとは思います。で水のやり方なんですけど、皆さんね観葉植物全てに言えるんですけど、こういうミニ観葉ちっちゃいものに関してはね、なるべくね皆さんこう飾ってあるでしょ、で飾ってあるとこで水やるでしょ、うん、ね、それよりもこれを持ってさ、ね、お風呂場でもいいし流し場まで持ってって上からバーッとやってください、はい、ダーッとね、ダーッとダーッと下からポタポタポタって水落ちるでしょ、それでがいいんですよ。そうすると僕何回も言ってますけど、この中のね余分な水入れ替えるんですよ、うん、これが大事です。であとここを冷やしてあげる、夏ね。で冬は逆です、ここを温めてあげるっていうのを頭に入れてください。やっぱ暑がってますんでね、やっぱ熱い布団って嫌じゃないですか皆さん。ここね、ここが夏の場合は風通しがいい方がいいので、皆さん水やるでしょ。で水ってここに
水の中に酸素ってあるんやけど、酸素入れ替えていかないとダメだ、ね、だからダーッと中に溜まってる水ダーッと出して新しい水を送り込んであげる。ここの水を入れ替えるっていう頭で水やると違うやろ、うん、水をやるっていう行為と水を入れ替えるっていうと違うでしょ、ね、皆さん水をやろうとするから下から水がこぼれて受け皿がベタベタになることを嫌がるの、うん、でもさ水を入れ替えると思ったらみんな出すでしょ、うん、何回もあるでしょ、はい、だから皆さんこうやって持ち歩いてさ持ってきて流し場まで持ってさ水をバタバタバタってさ、で中にあった余計な肥料だって人間もそうじゃないですか、この中にご飯食べるでしょ、食べたら出すでしょ、うん、そうでしょ、あれこんな中ずっと入れてる人いるの、うん、体おかしくなるよ、でもみんなそうじゃない、これこうしたら出してあげないと、ここから余分なものだから水をたっぷりして余分なものを出す、でだからこそ受け皿に溜まった水は捨ててくださいっていうことなんですよ、意味わかるかな、だってさ上から水ちゃーってやってここ受け皿に溜まった水って入るどうなの、皆さんここも汚い水やよ、うん、よく考えてみて、もともとあった土の中に入れてるんやから、ここだけでないよ、ここも汚いよ、そうでなくてこうわーっと出してわー出してこれ2回か3回やってさ、で3回もだからもうここに溜まった水汚いと思う、3回目の水って汚くないで別に捨てる必要ないよ、うんうんね、だからそういう風にしてアムラオネマ育てていただけるとすっごく綺麗かな、うん、でアムラオネマのすごく面白いのはこう種類によってさこの葉脈、うん、葉脈っていうんやけどこの葉脈ね、葉脈に色がついてたり斑が入ってたりするから、うん、この葉っぱをねあれしてほしいかなと思って、たくさんね葉っぱの下からバーッと出てきた場合、あれ葉っぱすっごく多いなと思ったら透かしてもいいです、うん、そうそうそう、葉っぱたくさん茂れば茂るほどいいっていう問題でもないんでね、ちょっと葉っぱを透かして、例えば下から次から次へと出るんやけどそっちに栄養取られてしまう、逆に上の方に栄養ばっかり行きすぎて下から出てきたやつが元気がない、そういった場合はね調整してあげるといいですね、うん、100のエネルギーに対してやっぱりね100のエネルギーは全部出そうとするんですけどやっぱ偏っちゃうよね、おじいちゃんが お父さんが全部ご飯食って子供にはご飯行かなかったり、場合はどっちを選択するかっていう判断をしないといけないんですよ、ね、なお父さんにあげるなら子供はだ、ね、ごめんご飯あげられない、またねあげるからって切ってしまってください、はい、でそれは黄色くなった葉っぱそういうのは元戻らないんだよね、そういうのはもうすぐカットしてください、はい、はい、そんな感じでね、ぜひね一度体で覚えていくと一番いいかな、はい、で言って購入してねすぐ植え替えないことですね、これだけ皆さんにポイントです、まあ皆さんこうやって購入してわあ嬉しい、かわいいアムラオムネワのピンクバタフライと思ってさ、わかる、みんなこれ生き物なんですよ、で生き物っていうのはやっぱ鳴らす、うん、例えば金魚屋さんで、金魚を買ってきたとね、だから絶対すぐに水槽入れたらダメって言うでしょ、ね、少し鳴らしてください、わかる、袋の中に入れてそれの水の水温を調整して一瞬にしてください、そこからビニールを取ってくださいって言うでしょ、うん、ね、植物もそう、こう買ってきました、どこ置くといいか、明るいとこやったらいいです、はい、明るいとこやったらいいです、大丈夫ですって、もし直射日光当たるとね、こういうのっていうのは生産者の美味しそう立ちなんで、やっぱり遮光率 50% のところで育った植物なんですよ、それが直接当たるとねやっぱり葉っぱ傷んだりとかってしますんで、カーテン越しのねちょっと離れた場所、うん、明るいところだったら全然いけますんでね、でこういったところにちょっとペッて1週間ぐらい置いといてください、はい、ね、で一番いい方法は下に雑巾置いとくといいです、うん、これもう間違いません、下にね雑巾じゃなくてハンドタオルでもいいです、本当に違いますからね、でハンドタオル直射にこうガンと当たるとこれハンドタオルめちゃくちゃ熱くなるやん、うん、だから置かんと思うよね、うん、だからハンドタオルが例えば熱くなるなと思うような場所には置かないことやね、うん、うん、でハンドタオルを濡らしたことだけで全然ちゃいます、全然ちゃいますんで、で1週間経ったらねこうして根っこなるべく取らない方を外してね、皆さんこうやって根っこを切る人がいるでしょ、これなるべくやめといた方がいいかな、うん、やるなっては言わないんですけど後からでもできるじゃないですか、皆さん植え替えするときにはこれよりも一回り大きいもの、一回りって大体3センチですね、でそういったものに植え替える、で植え替えるのも土を落とさず土を追加するだけです、それだけで十分育ちますんでね、でそれをずっと繰り返していくと
一度土全部交換してみようかなってなるんですよ、うん、わかる。で生産者が仕入れてきた1年目のものにほとんど虫はいません。いてもこんなね根っこガーって食うような虫はついてません。ついてないと思いますね。生産者はやっぱりいい土使ってるんでね、うん、はい、だから無理してね土を落とす必要はないんです。で例えば何年も経ってもう2年も3年も経っても土がねもう栄養が全然ない中にね、あの例えばコガネムシの幼虫がいた、ね、根っこはもう腐ってる、そんな状態の時に初めてチャレンジしてください。わかりますかね。例えば園芸店から買ってきて、ね、最初から根腐れしてるものってほとんどないのにか、土を全部落とす方がいらっしゃるんでね、はい、もうそれは2年後3年後でもできます。焦らずゆっくり年を重ねてガーデニングを楽しんでほしいかなと思う。焦らない、うん、その方は絶対です。これ芽かき棒買ったり、それをおしゃれななんかガーデニングのマット買ったり、育成ライト買ったり、そういうのが楽しい、うん、だから焦らない、ゆっくりガーデニング楽しんでください、はい、アムラオネマについて簡単に説明させていただきました、はい、以上です。ありがとうございます。